はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、訳あってアフレコでお届けしております。声とね、口が合ってないですね。というのもですね、もうね、残念なんですけど、あの動画ね、撮影しに行ったんですが、マイクが取れてませんでした。ってことで、どうにかね、それでもアップしたいなってことで、アフレコでございます。で、何の撮影行ったかと言いますとね、あの、3年ぶりに、激辛フェスティバルっていうのに行ってきました。で、一人で行くの寂しかったので、サトチンさんを誘って行ってきました。サトチンさんの方でもね、動画上がってますので、ぜひチェックしてね。でね、激辛って僕大好きなんですけど、確実にお腹痛くなること分かってるんですよ。だからね、帰りが辛いなーなんていうね、会話をしているんですが、はい、サトチンさんと楽しく食べていきたいと思います。で、今回のね、お店がね、このように、いろんなお店があります。激辛フェスティバルね、毎日のようにお店が変わるみたいで、皆さんがね、これから行くときには、今日ね、ご紹介するお店はないかもしれません。幻の鳥ホルモン、こんにちは。はい、100倍です。これがめちゃくちゃ辛いです。めちゃくちゃに辛い。これお店じゃ普段出してないですもんね。そうです、10倍までしか出してない。あら、みんな映ってもいいんですもんね。映っていいから僕こうやって撮ってるんですもんね。何ですか？え、何これ？これね、鳥の毛がね、ついてますので、それをチェックしました。あ、なるほど。すいません、OK、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、こちらブレスケアもちゃんと、はい、五反田のお宿で専門店バカタレ。ちょっと僕これ食べたらバカタレになっちゃうかもしれないです。すいません、あんまりうまいこと言えなかった。ありがとうございます。やばいです、めちゃくちゃ辛そうです。でもお店の方々本当に優しそうな方々ばっかりでね、いいお店なんだろうなっていうのがよくわかりましたね。はい、ということでサトチンさんと手分けして激辛グルメ買ってきました。今回はですね、5品買わせていただきました。で、右手の方から自分たちで勝手にね、レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5ということで、あの辛さどんどん上がっていくんじゃないかっていう形で並べて、まあ、レベル1の方から食べていこうというね、あのことにしました。で、一番左のね、レベル5はですね、あの先ほどちょっとお見せしたもう100倍の幻の鳥ホルモンっていうね、めちゃくちゃ辛そうなやつをまあ食べていきます。それよりもですね、もう結構辛そうなものばかりだったので、はい、あの楽しみなんですが、その前にルービー、サトチンさんはカルピスゼロで乾杯。いや、これが一番うまいんじゃないか。ああ、うまい。喉越し、喉越しがたまらない。この顔、もう最高な時間でございます。では、レベル1からいきましょう。やみつきよだれ鶏中辛。ということで、見た目は非常に辛そうなんですが、まあね、他のね、辛さ、もっと辛い辛さもあったんですが、もうね、辛いの全部用意してもね、あの、もうね、舌がバカになっちゃうってことで、中辛にしました。食べたところ、あれ？美味しい！あのね、あの、同じこと言ってますけど、多分ね、動画とね、辛いんですけど、でも、ちょうどね、こうね、白米とかと一緒に食べて、ちょうどいいぐらいの辛さ。だからもう、激辛ってより、旨辛に近い、まあ、そういうね、辛さの、まあ、病みつき鳥でしたね。うん。で、サトチンさん、まあ、激辛がね、苦手なね、サトチンさんも、ここで食べてみる。あれ？あれれれ？めっちゃ嘘、めちゃめちゃ辛いじゃないですかこれ。そんなでもないっすって。マスオさんがね、うん、辛さ耐性がありますね。辛さ耐性あり、やばいな辛さ耐性。いや、うまいな、エンターテイナーだな、サトチンさんは。これがレベル1となると厳しいかもしれないですね。ああ、本当ですか。でも美味しいっすね。これ美味しいですよね。ライス欲しくなりますよね。まだいける。よーし。じゃあ、こっからだ。もういいんですか？もういいんですか？もういいです。次行ってみましょう。レベル2がこちら。沖縄からマーラー焼きそば。ということで、見た目だけで言ったらめちゃめちゃ辛そうですが、
どうでしょうか。ね、もうこのね、赤いね、粉がかかってる時点でめちゃくちゃ辛いんじゃないかというところなんですが、さあ、マスオも、ギザレベル2食べてみましょう。いただきます。ん？ん？いきなりむせた。これはね、辛かったけど美味しい。あのね、やっぱりね、さっき食べたレベル1とは違った辛さでしたね。ちょっとね、苦味のある辛さっていうかね、種類が違うんですよね。でね、僕がいない間に里珍さんもね、こういう風に食べてたんですけど、辛そうな表情してますね。僕がね、余裕そうに食べてるから大丈夫かなって思ったけど、全然辛いじゃないですかとね。いやいや、マスオさんだから食べれてますけど、これは辛いっすよとね、訴えかけてきていますね。いや、でもまだ食べれる。レベル3がこちら、わさびエビマヨということで、激辛ばっかり続いていると本当にね、舌がバカになっていくんですね。もうね、何の味食べてるかよくわかんなくなるんですよ。ということで、少し変わり種、わさびの辛さのするエビマヨを買ってきました。で、わさびの辛さをどのぐらいにね、設定してるのかっていうのが謎だったので、レベル3に持ってきたんですが、美味しい。辛さで言ったらそんなに辛くないですね。で、エビマヨなんで、結構ね、マヨネーズのね、こう、まろやかさが、結構強調されてて、まあ、確かにかな、鼻ツーンってするけどぐらいかな。でも、サトチンさんは顔を歪めている。ね、お寿司にたくさんね、わさびをつけまくって食べているみたいだと言っていましたが、でもね、サトチンさんでもこれはうまいと、美味しいと言っていました。レベル4がこちら、チョクミサムギョブ、超辛。ということで、これはですね、サトチンさんに買ってきていただきました。ね、小辛、中辛、激辛ってあったんですけどね、小辛を買ってきていただきまして、はい、正直レベル4に置いていいかわかんないぐらいのね、辛さではあるんですけど、見た目はすごい辛そうじゃないですか。で、タコとかお肉とかもやしとかが入ってて、まあ韓国料理ってなったら辛いんじゃないかなということで買って、レベル4に置いたって形ですかね。見た目はすごい辛そうですよね。韓国料理辛いからな。でもね、韓国料理って結構甘さもあるんでどうかなと思って食べたところ、甘ーい。ね、ハンバーグ師匠じゃないですけどね、すごくね、甘かったっす、小辛は。で、辛さっていうより僕はね、甘さがとっても際立ってて、まあなんか美味しい。うん、ただ激辛って言われたらどうかなっていうね、くらいの辛さでしたね。まあ小辛なんでね、まあ、これが激辛を選んだりしたらすごい辛いんでしょうけど、もうね、サトチンさんもこんなにね、こう、お箸が進んじゃうぐらい、まあ辛いの苦手な方でも、これだったらね、美味しく食べれるんじゃないかなっていうね。やっぱ自分に合って辛さを選ぶっていうのがね、重要だなっていうのをね、レベル4にてね、感じました。そして、いよいよ、こちら、辛さ100倍、幻の鶏ホルモン。ということで、辛そうでしょう。普段ね、お店じゃね、10辛までしか出さないそうなんですよ。で、鶏ホルモンっていうのもね、あんまり食べたことないから、ちょっとどういう感じなんだろうと、もうね、戦々恐々しているような状態ですね。ただね、このホルモンなんですけど、100倍でも意外と食べやすいですよってね、運営の方がね、おっしゃってました。果たしてね、本当に食べやすいのかどうか。お、むむむむむむ、辛い。おー、来た。おーっと、ちょっと食べてから時間差できた。おーっと、顔を歪めているね。めちゃくちゃ辛いと、これはやっぱ100倍だとは言っていますが、でもね、なんかね、このね、鶏ホルモンからね、油が出るんですよ、噛めば噛むほどね。で、その油があるから、まあ、辛いんだけど食べれるっていう。なんかこの口の中の辛さをね、こう油が中和じゃないですけどしてくれてて、結
構ね食べやすいんですよね。果たしてサトチンさんはどうかな。ほらほらほら、神々しく僕のカメラで映ってますよこれ。意外と大丈夫ですって。いやマスオさん強いですから。いや本当に意外と。あんでね、毛がねちょっとついてたりすることあるみたいです。なんか鳥の毛だらつそうですよ。でもさっき焼いてましたけど一応、まあ、大丈夫。鳥の毛、うん、いただきます。そうでもないでしょ。甘い。そう、甘い。でも、こっから来る。こっから辛さが来る。そう。いい表情だ。いい表情だ。素晴らしい。耐えきれない。耐えきれない。大丈夫ですか？あ、やばいな、僕のカメラ、これ。100倍で来る。あー、面白い。僕あんまり辛くないところ食べたのかな。悶絶してる人がいる。タイム、はい、オッケー。やばい、マイクが治った。すいません、マイク。遠かった、テスト。まあ、治ったけど、今までのところ、どうしよう。噛めば噛むほど油も一緒に出るから。おいしい。激辛って辛い食べ物じゃないですか。ただ、ペヤング激辛ファイナル、あれで激辛の概念がいろいろぐらっと崩れちゃいましたね。あれが最強に辛すぎるんで。ただやっぱりグルメフェスのいいところは美味しい辛さっていうのを味わえる。そこが本当にいいですね。絶対俺はお尻から火入れます。マジですか？もう自信あります。牛乳頑張ります。うん、今回は結構優しめなのは食べれたから。本当ですか？うん、全体的にまあまあ辛いです。大丈夫だ。サトチンさんが苦しんでいる。舌が痛い。めっちゃ痛い。よかった今日サトチンさんと来て。マスオさんも今日余裕っすよ。あ、もうマイルドですねとか言ってますけど、めっちゃ辛い。今喋るの痛いっすもん。どれ食べたんですか？焼きそば。あ、完食。素晴らしい。もうほとんど完食僕らしてますね。カレー。あとこれだけか。ということでサトチンさん、はい、今回ね激辛グルメ祭り2022で食べていきましたけどいかがでしたでしょうか？2023年はちょっと厳しいかなと。そんなに？いや辛かった。この100倍えぐかったっす。やっぱりやっぱね激辛の辛いやつを選んじゃうと辛いと。もちろんね当たり前ですけど辛さがね凄まじくなるということなんですが、ぜひね近いうち来てラーメン食べてほしいですね。ラーメンシリーズは多分異次元だと思う。まあ、ラーメンシリーズね、たまにね、おかしいやつありますね。ただ、基本的には辛いもの好きな方も辛くない、辛いのあんまり好きじゃない方も自分で辛さ選べるんで、美味しく食べれると思いますんで、ぜひね、皆さんね、食べてみてください。僕のおすすめとしては、どれかなあ、この、チュクミドサ？韓国のチュクミドサ美味しかったですね。うん。あと、まあ、基本的にどれも美味しく今回は食べれました。はい。で、辛さ自分に合わせて挑戦するのがいいっていうことかもしれないです。私、わさびマイスターなんで、これが美味しかったです。あ、わさびの。エビチリ。エビチューブレ。みたいな。わさマヨエビチューブレ。美味しかった。はい。ということで皆さん、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ。詳しいことは概要欄に書いてありますので、そこからチェックしてみてください。今日もありがとうございました。っていうか、マイクね、調子おかしくて、ちょっと聞き取りづらいかもしれないですけど、そこだけは申し訳ありませんでした。一体編集でどうなっているのか、乞うご期待。はい。ということで、以上、マスオ TV と、サドチンでした。バイバーイ。辛い。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。